ああ、マイク入ってるかな？大丈夫かな？大丈夫？音入ってる？オッケー。センキュー。よいしょ。誰がプニプニじゃ？俺様が二次三次所属、天才イケメン、筋肉ムキムキマッチョモリモリの漆黒の捕食者ダークネスイーター、すなわち D こと鈴木まさるです。良い夕方、余裕。これさあ、ちょっと画面を見てください。母さんがね、すごいやりたがってて貸してあげて、それを見た親父がやりたがってアカウント作ってあげたんだけど、もう追いつかれちゃって同じステージ行っちゃったの。しかも親父、俺がさ、昨日さ、お苗コラボで事務所行ってる間に、なんか俺がまだやったことないメニューのやつとかもやったらしくて、置いてかれちゃってるから、うわ、俺やれなきゃと思って。筋肉痛は治ってないです。なんかマシュマロで筋肉痛を治したいかならば、痛い時になんかもっと負荷をかけた方が治りが早いみたいなもらったから、そうかと思ってやることにしました。ということで、やります。俺初見でやりたいからさ、リビングで家族がやってるの、余裕の表情で見たいんだよね。なので俺が一番先に進みたいです。そういう感じです。プレイスペース OK。 はい、アドベンチャー2日目です。本当かな。だって、そうじゃないの？筋肉って休めた方がつくの？筋肉痛の時に負荷かけると良くないの？あれ？よくないの？やって大丈夫？まず2日続けることが難しいんですよねって言ってるから、まあやってもいいんじゃない？大丈夫じゃね？適度に。なるほど、やりすぎはよくない。体の調子はどうでしょう？正直に筋肉痛です。あれ？回んない。あれ？ここ、はい、筋肉はきっと成長していますよ。まあ昨日一日休んだから大丈夫だろう、多分。筋肉痛がひどい場合は無理をしないようにしましょう。全然痛くないもん。筋肉痛の箇所は避けて違う部位だけ鍛えるのもおすすめです。なるほど。前回のリングフィットネスはいかがだったでしょうか。楽勝だった。それは失礼しました。では運動負荷を強くした方がやそうですね。いや、このままでいいです。このままがいいな。はい、そうしましょう。では今日もダイナミックストレッチから始めましょうか。はい、あ、すいません、言い忘れてました。何？軽減値くれんの？ストレッチする。はい、今からダイナミックストレッチを始めます。はい、みぶりさんは鏡に映った自分だと思いましょう。みぶりさんは俺。はい、それではミュージックスタート。みぶりさんに合わせて動きましょう。はい、3、2、1。はい、膝を交互に上げ、はい、リングコンにタッチしましょう。はい、膝が上がりにくければできる範囲で OK です。ラスト1回。はい、OK です。 OK。 次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げて、これみんなに足の動き伝わんないのがちょっとすまねえな。みぶりさんは俺だよ。動きわかる。足音する？拾うの？すごいね。はい、その調子です。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。よいしょ。前に重心をかけずに下に沈むことを意識しましょう。足音してるんだ、すごいね。しっかり上げることを意識しましょう。
身振りさんを脳内で俺の全身に置き換えてくれ。はい、OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ、リングコンを持ち上げて体を横に倒します。よいしょ。前かがみにならずに真横に倒すことを意識しましょう。ちょっと身長高くない？身振りさんは180ぐらいじゃない？俺と一緒だよ。一緒一緒。ラスト1回ずつ。いやー、オッケー。お疲れ様でした。身振りさん大丈夫？まだストレッチだよ。そんなにバテちゃう？俺まだ余裕なんだけどな。ファイト。はい、頑張る。センキュー。ワールド2夜の国、フィットネス初心者ゲット。へー、通りなくれんだ。おー、じゃこれ進んでくともっとかっこいいさ、通りなくれるんだね。今日夜か、漆黒の世界だぞ。あらすじ。D はドラゴを倒した。しかしドラゴは残った力を振り絞り次の国へ逃げてしまった。ドラゴの纏う闇のオーラは鍛えるほど強くなる。急いでドラゴを追いかけよう。そうしよう。えい、なんかステージ増えてるね。見つめよう。ドラゴはやっぱりあそこか。だーはーはー。お、喋ってくれる？これ。あ、喋ってくれない。さっきは油断したが、さすがのお前でもここまではこれまい。くっ。ここはドラゴの育った場所、太陽が昇らない夜の国。ドラゴの実家。へえ。夜は魔物を活発にさせる。僕らも慎重に進まないとね。オッケー。へえ。ワールドを選んで移動できる。なるほど。マサルくんが好きそうな国。なんかね、ちょっと前回のとこよりも体に馴染む気がするね。やっぱ俺夜行性だからさ。実家凸しよう。そうだね。ピンポンダッシュしよう。でもさ、俺まだね、このリングのことちょっと信用してないんだよ、ね、この辺りになってくると街も近い。ドラゴに生み出された魔物が町のあたりに現れたら大変だ。この国でドラゴを食い止めないと。出発する。そう、あのね、前回さ、ドラゴとさ、リングがなんか知り合いっぽかったじゃん。昔お前が言っていた言葉だみたいな。でね、なんかコメント見てたらさ、アーカイブで、リングは俺の体をムキムキにして乗っ取るつもりやぞっていうさ、コメントがね載ってて、俺もしかしてドラゴは前の弟子 で手に負えなくなって逃げてしまって、で今俺をこう鍛えて、その手に負えなくなった弟子を始末するついでに俺の体乗っ取って、リングはこの世界を我が手中に収めるみたいな、そんなことちょっとありそうじゃない？だからドラゴはさ、だって筋トレしたいよーって言ってるだけじゃん。だからちょっとね、俺まだね、中立って感じです。でも、ま、リングが俺のこと鍛えてくれるって言うから、ちょっと気持ちをねしっかり持ちながら挑んでいきたいなって思います、うん、夜は綺麗だけどやっぱりちょっと怖いよね。だってさ、走ろう。はい、ドラゴの封印されてた時とさ、見た目リング一緒じゃん。だからリングだって絶対さ本性あると思うんだよね。これがさ本体じゃないと思うんだ。これ絶対仮の姿じゃない？沼か。沼？何これ？え、水の中では沈むんだ！沈む！え、太も、え、はいはいはい。よいしょ。これじゃ、え、止まってるともしかして潜っちゃうのこれ？お、え、何？あ、沈む沈む、ちょっと待って。これ吸わないといけないじゃんね。公園玉。え、え、
狙いにくい時は照準がずれてるかも。僕を下に向けると元に戻せるよ。はいはいはい。あ、鹿がいっぱい。あ、お化けいる、お化けいる、お化けいる。赤ホップ。さあ、スキルを選ぼう。下げてプッシュって新しく覚えたやつだ。やってみようかな。え、下げてプッシュ。水平になるようにして。よし、動こう。あ、これだ。意識しながら押し込もう。上げるプッシュだっけ。上げてプッシュよりつえない。みんなさ、あのリングコン持ってない人はなんか枕とかで多分やったらさ伝わると思うんだけど、結構上でやるよりきつい。よいしょ。ベスト、でもベスト出てる。素晴らしい、素晴らしい、センキュー。よいしょ。よし、これハイムドだね、すごい。身の腕がキチキチしてきた。いいよ。オッケー。その調子。あと6回。よいしょ。いいよ。フェスアップ、はい。よいしょ、はい。いいね。よいしょ。いいよ。これ、つい肘曲げちゃうんだけど、伸ばしてないとダメなんだよね。背筋伸ばす。ヘイ。ラスト1回。あー。オッケー。いい動きだったよ。腹筋ガード。出た、腹筋ガード。これちょっと俺イメトレはしてたからね。いけるはずだよ、多分大丈夫。いける。よいしょ。えい。しっかりと押し込む。ほら見て見て、ほらほら、できてる、できてる、できてる。カチカチやぞ。ベストは見た。見た？できてた。これが俺の本気だ。よっしゃ、カチカチやぞ。よし、プッシュはちょっときつい。椅子のポーズ。椅子のポーズ。反対技なんだ。ゆっくりと腰を落として両手まっすぐ上。はい。ゆっくり倒そう。見た、俺2日間であそこまで腹筋カチカチにしたんだぞ。ちょっと動きが早いよ。あ、はい、すいませんでした。よし、腹筋ガード、いくぜ。息を吐きながら、うわー、ほらできてる。よし、ベスト。もうコツ掴んだもんね。どうしようかな。スクワット。スクワット。よし、動こう。つま先は前になるように戻す。下ろして戻す。よし、完璧。なんかヘトヘトじゃない。あのね、下げてプッシュがね、思ったよりきつかった。待って、俺ベスト出てない。これもっと腰を落とさ、もっと腰を落とさないとダメだ。え、グッドなんだけど。いい感じ、いい感じ。ペチってしてる。弱い俺のスクワット。よいしょ、よいしょ。え、グッド、なんで。もっと下げなきゃダメ。いいぞ。しっかり戻そう。ダメだ、戻すのが遅いタイミングが。あれー、ダメだ。もうちょい下げるとベスト出る。最高のバトルだったよ。え、訪れしてる、なんだって。どうしよう、今日ね、あの Bluetooth のイヤホン使ってるんだ。それのせいかな。音切れたりとかはしてない、大丈夫。そう、無線にしてやってみたんだけど、音は切れてない。あ、よかった。
音ずれ、そんなずれてる？切れてはないけどずれてる。どうしよう。大丈夫？1秒。1秒って結構ずれてんな。あ、でもちょっと配信中に直せない気がする。ごめん、すまぬ。よいしょ。見れんほどではない。あ、よかった、ごめんね。ちょっと設定、配信終わったら確認する。なんでだろう、うん、あれ、どうしよう、足速い。え、なに、あ、こうか。ジャンプして高く飛べる力があれば敵も飛び越せそうだけど、今はまだ無理。戦わないといけない。お、出会った赤毛とペイズ出会った。どうしようかな。ちょっとスクワット練習したい。よいしょ、スクワット。あ、青だった、赤じゃなかった。え、膝はつま先より前に出さないように。グッド。なぜ、いいよ。あ、ベスト。これ範囲攻撃じゃん。やっちまった。範囲だからもしかして回数が多いとか。よいしょ、よしよし、ベスト。完璧。2匹いるときにこの技使えばよかった。いいよ、素晴らしい。え、はいじゃない、単体。初期スキルは全部個別。あ、いいね。そうだ、俺今スクワットだった、よかった。下げてプッシュが範囲か。よいしょ、スクワットなら大丈夫だった。よし、ペースアップ。はい、いい、ベスト。いいぞ、ベスト出てる。オッケー、あと3回、あと3回。よしよし、よいしょ、よしよし、ラスト。オッケー、最高だったよ。最高、センキュー。腹筋ガード、よいしょ。でかい、お腹に力を入れよう。入れてる。よいしょ、ベスト。オッケー、スキルを選んで。え、どれしようかな。万歳にしよう。え、体力増えた、1個。やったね、4つになった、ハートが。さあ行くよ。えい、やっぱプッシュきっちり、いいね、ベスト。よっしゃ、すごいぞ。よし、ベスト11。オッケー、その調子。10。いいね、いいね、ベスト出てるね。よいしょ、いいよ、いいよ。この間やった時よりも髪の毛めっちゃメラメラしてるもん。あ、でグッド。よいしょ、いい、ね、万歳きついよ。よいしょ、グッド。あと5回。ペースアップだ。よいしょ、いいね。オッケー、ボタン。いいね、おにぃ。よいしょ、あと1。ラスト1回、キャー。オッケー、いい動きだったよ。あ、ぼーっとしている。疲れてきたかな、頑張れ。よいしょ、椅子のポーズ、椅子のポーズ。ゆっくりと腰を落として両手まっすぐへ。はい、ゆっくり倒そう。グッド、ゆっくり戻そう。なんでグッドなんだ。あ、ベスト。よっしゃ、椅子の下ろすときがダメだ。上げるときはベスト出るのに、悔しい。しゃ、青ケトベル勝ち。ゆっくりゆっくり、早すぎんのか。もっとゆっくりやるじゃん。ありがとう、今度こそ。次から次へと、さすがドラゴンのテリトリーだね。
まで動きを終わらせちゃダメ。一緒にやると疲れる。そりゃ筋トレだもんな。みんなでムキムキになろう。よいしょ。なんかインフルエンザとかもさ、筋肉あったらさ、かからんのちゃう。よいしょ。あー違う、下向き。コメントして腕鍛える、それじゃ足りないよ。あーこれ沼、沼、あ違った。ちゃんと指に重りつけてる。あー沼、沼、あ太もも上げて、よいしょ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 、オッケー。あー沈む、よいしょよいしょ、ね、いやと、やっそい、オッケー。あれボフン、あれ外した、オッケー、いい。まだゴールどこ？あれ？あれゴール？何これ？厄介だね。お腹押し込みキープ？これはあれ？腹筋ガードとは違うの？うん。いいぞ。はい。僕をお腹に押し込み続けて。あ、そっか。これお前だった。よし、オッケー。腹筋ガードみたいなもんか。よっしゃ、よいしょ。あ、光ってる。オッケー。なんかリング、そうだね。俺の手にあるのリングだった。あ、あれゴールかな。よっしゃ。ビクトリー！よし。ゴール！さあ。ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。はい。まっすぐ前に向けた。腰を下げてスクワットパワーを貯めて。で、ビクトリー！しゃー！ビクトリー！ふう。はい、調べる。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。ドキドキ。測定しています。そのまま動かさないでください。適度な運動、いい感じ。いいぞ、レベルが7になった。攻撃力と防御力が上がった。すごい、防御3も上がってる。カチカチだね。趣味はバンザイプッシュ。そうか、バンザイプッシュ。よりによってバンザイプッシュが苦手な割に選んでるもんな。そうな。さあ、ナイスバトル。 D の体を鍛えれば鍛えるほど攻撃力や防御力も上がってバトルも有利になっていくんだ。おう、どんどん魔物を倒して僕らも強くならないとね。オッケー、経験値貯めていこう。マサル君カチ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 やぞ。だってさ、前回やったやつでさ、なんかまるで俺の腹筋ちっちゃくてプニプニって思われてたからさ、ちゃんと大きいしカチカチやぞってところを今日見せたれと思って。よし、え、宝箱何？いろんなアイテムが入っているんだ。ほう、見つけたら要チェック。どうやって行くの？びっくりマークに行こうって書いてあるけど、どうやって行くの？あっち、あ、リング上に上げたらいけた。行っていい？行っていい？これ、おい、ずっと腕上げっぱなしなんだけど、行くぞ。よいしょ。マップじゃなかった、お金もらうだけやった。毎通り。じゃあ行くぜ。よいしょ。
グルルルル。敵がいる。キャー、ま、ま、魔物よ。村の女。今までこんなところに魔物なんて出なかったのに。しまった、こんなところに人がいるなんて。とりあえずここにいる魔物を倒してみんなの安全を確保しないと。なんか勇者みたいなことさせるじゃん。まあ、他に人間いたんだね。この世界リングみたいな生き物しかいないのかと思った。ここが村？さあ行くよ。ここが村っけ？なんか工場みたいですけど。村か。すげえ村だ。なんかもっとこう木とかさ、土とか畑とかあるのかなと思ったらだいぶ近代的。急いで走らないと戻されちゃうよ。なんだこの村、この感じ。まるでスポーツジムじゃねえか。なんだそのエレベーター逆走するみたいな。よ、高く飛ぶ力があったら上を通ることもできそう。あー進まない進まない。平面エスカレーター楽しいよね。誰もいないとき逆走したくなるあれだ。しょーたったったった。うわーこんなんやこん。わー落ちた。くそ、いきなり床壊れるとか思わないじゃん。3体もいるんだけど。さあスキルを選ぼう。これ下げてプッシュかな。3体やんなきゃいけないもんな。やるか、下げて下げてプッシュ。さあ行くよ。いいぞ、軽い前傾姿勢。いいじゃん、ベスコ。よしよし、軽い前傾姿勢。はい、オーケー、大胸筋。いいじゃん、オーケー。戻して、いいよ、いいね、いいね、センキュー。すごい、いいね、うん、よしよし、いい動き、よし、ペースアップ。はい、自分を追い込んでいこう。追い込んで、いいね、いいね、追い込んで、いいね。はい、よしよし、みんなもやってる。よしよし、ラスト1回下げてプッシュ。結構きつい。腹筋ガード、よいしょー。腕じゃない、でかい、でかい腹筋。よいしょ。あー嘘、待って、なんだ今、1回じゃないの。油断したんだけど、ちょっとなんだ今の追い打ち、ずるいぞ。くそ、マジか。スクワット、完全に力入れてなかったもん今のは。ずるい。ベスト下げて、ベスト。よし、輝いてるよ、はい、輝いてる、これ輝いてる。よし、素晴らしい。しゃ、いいよ、はい、ほら、いいね、どうぞ、オッケー、腹筋ガード。え、じゃあこれ一匹やってきても耐えてなきゃいけないんだな。オッケー、せーの、よいしょ、こいやー。え、来ないじゃん、ちょっと。ハートが少ないよ、気をつけて。なんで今俺頑張って耐えてたの。ちょっとニートゥーチェストしよう。ミートゥーチェスト、無駄ボデーじゃねえかよ。あいつ許さねえ、お前から倒してやる。よいしょ、ミートゥーチェスト。え、選択、はい、はい、床に座った、はい、上げて、キープ。お腹すっきりさせよう。よしよし、ベスト、その調子。両足で倒しとる。いいね、ナイス。そう、足つけちゃダメなのこれ。いいぞいいぞ、
ないで立ち上がろう。腹筋だろ。待って待って、早い早い。つけちゃダメだと相当きついな、マジか。これすいませんでした、今までつけてました。マジか。腹筋だろ。かかってこいやー。うわー、ゲー。ハートが少ないよ、気をつけて。水のポーズ。ズルして、いや、ズルはしてないよ。不正、いやこれは不本意です。不可抗力です。よし、次からはやります、ちゃんとやります。ゆっくり倒そう。もう少しゆっくり動こう。腰が大きく後ろに、あ、回しプルプルする。ゆっくり前に下ろして、ベスト出る。あ、ベスト出た、よっしゃ。マジか、なんとかやりきったね、すごいよ。ああ、固まってた。キャプチャが、よいしょ、投影がちゃんとできてなかった。よいしょ。マジか。ニートゥーチェストやべえな。舐めてた。そうか。つけちゃダメなんだ、足。うん。スキルを制するものはバトルを制する。 OK。 あ、水分補給、そうしよう、ありがとう。コメント、ちょっとお茶飲みます。すいません、完全にリングコンを右腕に引っ掛けてお茶を飲んでいました。なんか、え、運ばれてった、勝手に運ばれてっちゃったけど、え、これ開ければいい？はい。地面がさ、勝手に、うわー、落ちたー！うわー！そういう、君、ここは足元注意って書いといてよ！危ない危険とかって書いといてよ！不親切な村だな！助けてやんねえぞ！いいね、勇者の機嫌を損ねると恐ろしい目に遭うんだって分からせてやるからな。よいしょ、次から書いとくね、センキュー。看板ちゃんと立てといて。よいしょ。ああ、もう、え、何やるの、これベルトコンベア。ああ、戻したり進めたり、何なのこの床は。おい、ウォール、ミッションクリア。はい、腰を下げて、ナイスビクトリー。ビクトリー。はい、ゴール調べる。はい、心拍いくらかな。乱れている。145適度。はい。OK。フィットスキルセットを使いこなせれば自分のペースでバトルを進められる。おお。よかった。みんな無事に逃げられたようだね。あ、今救ってたんだ、みんなのこと。へえ。でももしドラゴが町にでも現れたりしたら、それだけは絶対に阻止しないと。そうだな。休憩しませんか。いやだよ。はい、水分補給さっきした、ありがとう。この下何、これ言っていい、これ何、行っちゃおう。えい、いらっしゃいませ、お客様、初めてでございますね。はい、ゲームジム受付、ご登録いたしますのでお名前お願いいたします。鈴木まさるです。はいはい、ほうほう。あ、それダークネスイーターで登録してたんだって。そうです、登録完了ありがとうございます。
ここはエクササイズしながらミニゲームができるゲームジムです。はい、ミニゲームの種類はいろいろありますが、ここではモグラ叩きを遊んでいただけます。モグラ叩き、リングコム押し引きしてロボットの脳天を叩こう。脳天を叩こう、いいね、そのワードセンス好きだよ。え、まっすぐ前に向ける。はい、気に入った。左右に回しましょう。え、ああそういうこと。えー、はは、押し込んで、あ、脳天、そういうことね。オッケー、引っ張って、あ、はあ、なるほど。内側に出たらグッて押し込んで、外に出たら外にグッて引っ張って脳天叩くんだ。オッケー、レディー、ヘイゴー、えいえいえい、ナイス、くらえ、脳天直撃、潰れろ。腕の力が足りない時は体にリングコーンを全部内側だ。あ、早い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 、あ、いい感じ。なんでそんな一発でできる位置に出てこいよ。な、外、な、ずるい。なんでそんな微妙にずれるの。ちょっと、あ、え、そ、よ、へい、そ、あ、もう浸透起こしたれ。え、待って、どっちどっち、外、うち、あ、はい、シュー、どう、 B ランク、どう、え、待って待って、終わったんじゃないの。ちょっと、はあ、ちょっと、あ、もう腕に力入んないよ、プルプルしていいだよ、どうぞ、あ、あ、あ、待って、どっち、内側、わかんないよ。Bランク、やったー、ボーナスゲット、よっしゃ、見た？押し込みパワー100、トリナーゲットした、やった、うまかった、本当やったね。 B ランクダメだ、え、 A、B、C、D、E、F、G から Z まであるから B は絶対上、きっと上位 1% とかだよ、多分ね、多分ね、だって B だよ、上から2番目だよ。 S あるの？A が一番上じゃないの？いやでも仮に A の上に S があっても Z まであれば絶対上位 1% だもん。上から3番目でもいいよ、銅メダルだもん、いいんだよ。あ、ボーナスちょうだい、こちらです。わーい、ありがとう、150円もらった、よし帰ろう。あれ帰れないんだけど、あれあれ、あ、あ、ここか、よし。材料集めに夢中になってたらこんなところまで来ちゃったよ。おお旦那、早く家に帰らないと。あ、まだ人が、おとろし草原出発する。はい、運動の後のストレッチは筋肉痛の予防に効果がある。おお。村人を助けよう。はい、あの人が心配だ、早く見つけないと。旦那、どこだ旦那、出てこい旦那、助けられたければ早く出てこい、吸い込みたい、はい、引っ張る、僕を引っ張ってね、出てこないと助けてあげないぞ、見落としちゃうぞ、夜だから視界が悪いんだ、助けられたいなら出てこい。え、旦那いないんだけど、よいしょ、え、みんなも見つけたら教えて、旦那いる？いなくない？え、あー、早すぎた、よいしょ、オッケー。え、下の方に魔物がいる？え、上にもいるよ、魔物いすぎじゃない？もう旦那食われちゃった？大丈夫？
ホップ、赤ホップ、赤ホップ、緑ホップ、黄ホップ、赤ホップ、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪みたいな感じで出てこないで、下げてプッシュ。はい、攻撃なんで下げてプッシュしかないの。そろそろ新しいハイ攻撃ください。よしよし、完璧。よいしょ、リスト、内ももにも力を入れよう。あの、よしよし、押し込むのと同時に内ももに、いいよ、すごいぞ。よいしょ、よし、あと8回。あ、確かに信号機みたいな配色。よいしょ、すごく内股になって待ってるよ。グッド、自分を追い込んで、はい、追い込んで押し込んで戻して、追い込んで押し込んでキープして戻して、あと3回、あと3、はい、いける、よいしょ、よいしょ、あと1、ラスト1回、オッケー、ベスト、パーフェクト、腹筋ガード、これ絶対3匹連続で来るから、俺は腹筋ガードの手を緩めないよ。せーの、はい、よいしょ、押し込むとき、こや、足は軽く曲げて、よし、うわ、ほら来た、知ってた、よいしょ、ちょっぴり疲れた、一匹サボってるね。スキルを選んで、じゃあどうしようかな。ニートゥーチェストをズルしないでやってやろう。ニートゥーチェスト赤、ちゃんとしたニートゥーチェストするから見てろよ。よいしょ、いくぜ、どうだ、よし動こう。今までズルって言われるもん、すっきりさせよう、戻すな、はい、いいぞいいぞ、いいよ、最高。よいしょ、あー、足ついちゃった、上げて、はい、キープして、つけない、ナイス、 すげえプルプルする、受け倒した、倒した、よし、腹筋ガード、焦らないで立ち上がれっていうのに腹筋ガード押せかんなら、はい、ふっ、ほら、こや、しっかりと押し込んでくれよ、キープ OK、 よいしょ、 OK、 疲れてきたかな、頑張れ、頑張る、じゃあ椅子のポーズ、椅子のポーズ、よいしょ、上にまっすぐ上げて、はい、鼻から息を、ゆっくり倒そう、ゆっくり倒そう、ベスト OK、 ゆっくり戻そう、下半身の筋肉を鍛えて代謝を上げよう、よし、あー、両方ベスト出た、やった、腹筋ガード、よし、そら、腕じゃなく、こや、早く来い、力を入れよう、そら、オッケー、しっかり水分も取りなよ、水分、はい、こいつ倒したら取る、どうしよう、万歳プッシュ、万歳プッシュ、どうしたれ、よし、行こうか、二の腕すっきりさせたい人に、ムキムキマッチョ、グッド、嘘だ、水を、あー、待って、これいつも戻すの忘れる、固まっちゃってたね、いいぞ、いい、なんでグッドなの、調子、最初の押し込みが足りない、これでもか、ダメ、あ、ダメだ、あれ、グッドだよ、いや、なかなか手強かったね、くそ、俺の上腕に頭筋が弱い、レベルが8になった、やったね、育ってるよ、よし、スワイショ、左右に大きく上半身をひねる。
そう、新しい技だ。セットしますか。はい、スワイショーだって。次使ってみよう。やっぱりここにも魔物が。手遅れになる前にあの人を見つけないと。これもしかしてさ、ゴールまでさ旦那いなかったらさ、もしかして旦那はすでに魔物の姿に変えられていて、俺がさっき倒した赤ホップはみたいな、そんなことあったりする？あれ？なんか一匹あんまり殴ってこないホップいたなみたいなさ、そんなことはない。任天堂さん、そんなえぐい話は作らん。大丈夫、勘のいいガキはホップにされちゃう。あ、なんかいる。あ、旦那、そんな姿に変えられちまって。怖くないよ、こっちおいで。あ、旦那吸い込めない、ダメだった。違うのか、じゃああれは旦那じゃないのか。旦那待って、旦那待って、あれ旦那がいっぱいいる、あれ、え、いっぱいいるよ、あれ待って、どこ行くの、お前も旦那、旦那がいっぱいいる。あ、でかいやつ、でかいやつちょうだい。よし、ゲット、ゲット。今度こそ旦那だ。旦那どうした、なんかオーラ出てるぞ。おおってして、旦那、あ、もしかして捕まってる系。見てていい、これなんか楽しそうじゃない。ううううううってして、うん、ひー、なんで魔物が。あ、助けないとダメか。スキルを選んで攻撃だ。緑ダンベルガニ、え、これ単体、え、スワイショー使ってみたいんだけど、単体、攻撃力20だもんな。一回使ってみよう。よいしょ、やってみたい新しいやつ。うわ、しっかりと大きく動くことが大切。ほう、リズムに乗ると気持ちいい。ちなみにリズム感の良し悪しはスキルの威力とは無関係。リズム感なくてもいい。はい、真似して。はい、なるべくしっかりとひねろう。あ、早い早い早い。左、右、すごい、え、腹筋がすごい、瞬間移動する、すごい、なんだあれ、あと半分、へえ、あ、これ楽しい、へい、ほう、よう、てい、よう、は、い、翻弄してる感ある、最高だったよ、あ、怒った、じゃあスクワット、スクワット、リングコンまっすぐ前、はい、え、1、2、3、はい、下げて、お尻を突き出した状態で行おう、よし、ベスト OK、 うまい、この調子。もうね、太ももの、ね、表面がもうパツパツ、あれ、膝は前に、え、今当たった、もっと腰を落とそう、よいしょ、はい、よし、ベスト、いい感じ、え、腕使うやつから逃げてる、そんなことねえし、次腕使うし、はい、グッド、なんで、いいね、膝がプルプルするの、え、グッド、下げが足りない、もっと深く、以上、はい、ベスト、戻すときがね、勢いよく戻さないとダメな気がする、これ、よし、ペースアップだ、
転ばない。下げる、もうしょいって、あれダメだ、うぅよいしょ、いなんで、うぅいしょ、なんでなんでグッドなの、全然ダメージ出ないじゃん、なんで、あ、ペースアップできてないから、遅いから、腹筋ガード、そっか、ゆっくりすぎるのか、あ、腹筋ガード、はい、見て見て俺の腹筋、見て見て見た、でかいでしょ、硬いよちゃんと、キーブ長い、こいつ長くない時間、危ねえ、割られるかと思った、バンザイプッシュ、バンザイプッシュ、嘘、腕使うよ、はい、これは 6LDK の腹筋だよ、うーっ、腕を上げるときに腰が反らない、反ってた、腰反らせちゃダメなの、よいしょ、もっとしっかりリングコンを、俺こいつ倒したらお茶飲むんだ、いいね、いい感じ、あれ、よいしょ、腹筋、 6LDK じゃなかったっけ、あれ、よいしょ、カニの顔確かに可愛い、グッド、よいしょ、カニがさ殴ってくるさ、ゲンコツのことじっと見てんのちょっと可愛い、よいしょ、でも目ぶつかっちゃうよ、下向いてた方がいいよ、プルプルしてるのちょっとかわいそう、あと3回、よいしょ、目に入っちゃうよ、全然ベストが出ない、あとに、あと1、ナイス、いい動きだったよ、腕の重さにうんざりしている、疲れてきたかな、自分の体やぞ、椅子、椅子のポーズ、ゆっくりと腰を落としているようで、すごい、はい、あ、そっか、ペース上げてないからか、ゆっくり倒そう、ダメ、今はペース上げちゃダメ、今はゆっくり、今はゆっくり、膝がつま先より前に出ないように、難しいことへはないで、最後の姿勢を戻そう、膝絶対つま先より前行っちゃうって、あた、ベスト出て、ベスト出て、よっしゃ、なんとかやりきったね、すごいよ、あれベストじゃなかったらきつかった、よっしゃ、オッケー、次お茶を飲むんだ、よいしょ、お金がいっぱいだ、よっしゃ、次へ、えい、ビクトリー、腰を下げて、よいしょ、ビクトリー、調べる、はい、あ、割と綺麗じゃない、あ、強い運動になった、はあ、いいね、いい感じに負荷かかってるよ、しゃ、いい感じだ、いや助かりました、まさか魔物が出るなんて、でも以前はこんなところに魔物なんて出なかったのにな、あーもうこんな時間、早く帰らないと、すみません妻が待ってるもので失礼します、お気をつけて帰れよ、間に合ってよかったねえ、 D これだけは信じてほしいんだ、何
信じてほしいんだっていう前置きがある。何怪しい、何を言い出すつもりだこいつ。本当のあいつは何、本当のドラゴは魔物を使って人々を困らせるようなやつじゃないんだ。おう、ちょっと肩を持つようなことを言い出す。昔のドラゴは体が弱くてそれをずっと悩んでいてね、うんうん、僕は彼を鍛えるためトレーニングを教えてきたんだ。そうだったんだ。あいつだって頑張って鍛えた力をこんなことに使いたくないはずなんだ、うん、だから僕は、僕はどうするつもり。どんなことをしてでもあいつを闇の裏から解放しなきゃならないんだ。目が燃えてる。本当かな、信じて大丈夫かな。いや信じてくれっていう前置きだけど。あ、メンバーありがとうございます、よろしくです。そうだよね、じゃあなんで封印したんだろう。お前どんなことをしてでも闇の裏から解放しなきゃっていう割に封印してその事実から目を背けていたんだろう。怪しい、やっぱり怪しい。なんで封印したの。どんなことをしてでも助けるんじゃなかったの。なぜ、どうしようかな。でも行くしかないよな。えい、うん、実は僕には5つの特別な力があったんだ。ほう、でもその5つの特別な力をドラゴに奪われてしまったみたいなんだ、うん、ドラゴの力も強くなってて今の僕の力だけではやつを抑えられない。だから今は D の力が必要なの。本当に俺の体使ってこの世界我が物にしようみたいなこと考えてない。やつはすぐ先にいるさ、ドラゴの元へ。すごい、本当に行くしかないけど、俺をムキムキに育てる理由ってあるのかな。あ、力が戻っ、そうだね、ドラゴンに奪われた力を取り返したらもう俺のことはいらないみたいな、奪われた5つの力を取り戻すことができればこいつの本性が見える。怖い、あからさまに俺のこと利用 してる感じがする。怖い。大丈夫かな。画面の中の俺もさ、ずっとさリングのこと見つめてるよ。この扉は空気砲風車、空気砲風車に当ててみて、その感じ。え、あ、いっぱい回さなきゃいけないのこれ。えー、あ、面白い。いい感じ。おお。この調子で扉を突破していこう。ぐるぐる回して開けていくんだ。気を抜いたら降りてくる方式じゃなくてよかった。ちゃんと上で引っかかるようになっててよかった。こうしてさ、上げてる状態でさ、下をくぐり抜けて急いで走り抜けろみたいな、そういうやつかと思ったけど。二の腕きつくなってくる、マジ。いやあ、いいね、よっしゃ、大丈夫、休憩しなくていい。お前が行けって言ったんだろうが。なんだよ、行けって言ったり休むって言ったり、なんだ。いや、試してんのか俺のことを。めんどくさい彼女みたいなムーブしやがってよ。つまり好きだよって言ってみたり嫌いだって言ってみたり、言うことがさっきとコロコロ変わってんだよな。あとはドラゴンを目指すのみ。はい、待ったよ。え、何、レベルアップ、よし、9。行くぜ、ドラゴ、ドラゴ。
なんか一昨日よりちょっとでかくなってない？筋トレの道具まで持ってる。そんな大きかったっけ？この間にお茶飲もう。よいしょ。あ、すいません、お茶飲んでます。たどり着くとは。はい。僕には相棒がいるからね。読んでくれるんだ。能力を奪われたぐらい、なんともないさ。相棒？俺か。そうだぞ。なんだ、せっかくお前の能力を返してやろうと思ったのにな。あれ？これ俺いない方が良かったんじゃないの？これ。本当か？ここにリング置いてくんで返してやってください。許してやってくださいよ。いいんじゃないこれ。本音が出たな、リングよ。いいだろう、望み通り返してやろう。この俺を倒せたならな。やっぱり戦いは避けられないのか。ダメなの？あの手で殴られたら痛そうだね。本音が出たってどういうこと？手の敵からやっつけた方がいいかも。手の敵から、両脇にいる雑魚を倒してから本体狙うやつ。はい。さあスキルを選ぼう。スワイショーするか。よいしょ。スワイショー。これ好き。なるべくしっかりとひねろ。グイ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 。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ベスト余裕だなこれ。いいぞ、これ好き。スキルを選んで。どうしようかな。下げてプッシュ。下げてプッシュ。よし、動こう。バストアップの効果が期待できるよ。グッド。よいしょ。えっ、ベスト。その調子。さあ。オッケー。ナイス。戻すときに勢いついてた方がいい気がする。うわ。えっ。ベースを出す。はい。オッケー。さあ、今日こそ一発でクリアするからな。すごいぞ。みんなもやってる？いいよ。リングコーない人はいいよ。自分の枕を持ってきて、よしよし、お腹の前に置いてグーって押し込んでる。やってる。いいよ。さあ俺に力を集めてくれ。さあ、ナイス、最高だったよ。これでダンベルが半分ぐらいになった。よし、見てて、俺の腹筋いくぞ。せーの、ふん。あ、見て、でかい。硬い。し。です。け。疲れてきたかな。もう余裕だな。椅子のポーズ。椅子のポーズ。これ。敵よ、あ、こうやって選ぶんだ。よし、いくぞ。よいしょ、スタート。ゆっくり倒そう。よし、ベスト。ゆっくり戻そう。下半身の筋肉を鍛えて代謝を上げよう。よし、最後まで姿勢を戻そう。
ベルト出ない。よし、しっかり戻そう。足がもうね、膝めちゃプルプルする。しっかり戻そう。オッケー、よし、ディフェンス表情で筋トレしてる。まだまだ行くよ。スキルを選んで。ちょっとどうしようかな。スワイショー、ちょっとスワイショーで俺のライフを若干回復する。あ、シャッフルって手もあるね。なるべくしっかりと締めろ。右左最初はちょっと回復タイムね。あと半分。あ、でも若干分散しなくなってんのかな、これ。あと10回。左。あと5回。左。3。4。よくやったね。腹筋ガード。鹿に一体倒す。あ、腹筋ガード、はい。せーの。うわー、怖いやー。足は軽く曲げて。足軽く曲げてる。ベスト2回連続で。よし、スキルを選んで。スクワット、あれとカニ。カチカチやぞ、俺の腹筋カチカチやぞ。よし、動こう。よいしょ、はい、下げて、はい。つま先はまっすぐ前になるように。グッと。うそ。よいしょ。なんで。しないといけない。オッケー。あ、お尻が光ってる。時間をしっかり曲げ続けないといけないんだね。よいしょ。腹筋。腕じゃなくこれ。お腹に力を入れよう。お腹に力入れてる。よし。なかなか手強いね。頑張れ。ニートチェスト。ニートゥーチェスト。よいしょ。よし。座る。足伸ばす。足つけない。はい、上げて。足腰の強化にも向いている運動だよ。よしよし。いい動き。
よいしょ。見える、見えない。 2.0.25 ぐらいある。2と 0.25 ある。おい、ダメ。見える？この調子でいけば倒せる。よし、行こう。どうしようかな。万歳プッシュ。万歳プッシュ。よし、えい。さっきちょっと足痛めたから次腕やる。ぞー。顎が上がってしまわないように。もっとしっかり。さあ、押し込もう。もっとしっかり。はい、グッド。よくなったよ。よくなった、本当に。いいよ、その調子。ペチじゃないもん、ガシンゴツンだし。よし、俺の肩骨は硬いぞ。よし、なんでグッドなのさ。ドラゴの頭が硬いんじゃないの。小さくないもん。画面に出てるでしょ。なんでグッド。ペチンペチンじゃない。ガツンのゴツンだぞ。よしよし、痛いよ、俺の肩骨痛いよ。
お前を倒してこの世界の魔王に俺がなる。さあ、神戸を垂れたな。いや、なかなか手強かったね。うっし、参った参ったと言え。ほら、命が惜しければ早く負けを認めるんだ。おい、腰を下げて。よいしょ、ビクトリー。ビクトリー。よし、はい、調べます。やべ、なんだこの動き、魔王っぽいぞ。魔王の脈拍してるぞ。どうだ、え、ダメ、測れない、人間の指じゃないから。もう一回、はい、もうね、人の領域超えちゃったみたい。脈拍がすまんな。人間の価値観じゃ測れないってよ。ダメだって、ごめん、もう俺人間じゃないかもしんない。なんかさっきから背中がムズムズするんだ。羽生えてきてるかもしんないよ。どうしよう。なんで位置が悪いのかな。もう俺も魔王になっちゃったみたい。なんか爪が伸びてきた気がする。なんか声も低くなってきた気がする。うっそ、ぴょん、人間だよ、鈴木マサルだよ。ちなみに爪は今日この配信する前に切ったよ。よいしょ。お、くまさか能力なくしてここまでやるとは。約束だ、お前の力は返してやる。しかし俺が持っているのは一つだけ。え、あと4個は、あとは捨ててしまったわ。せいぜい自分で探すんだな。え、捨てた、なんで、力が欲しくて持ってったんじゃないの。なんで捨てちゃったの。ドジっ子落っことしちゃったの。なんで、え、何のために奪ってったの。色ボトルの能力、何これ。リングを困らせたかった、リングに構ってほしかった。来た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 、何何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 、リング、どうしたの。いや、この色バトルの説明とかよりちょっと、リング、何が起きたの。さあ、やったよ D じゃなくて、ちょ、え、何が起きたんすか今。今取り戻した力、色バトルの能力、いや普通に説明してくれてるけど、これさえあればバトルはこっちのもんだよ。え、待ってろよドラゴン、もう逃がさん。だって今からドラゴン追っかけたってもう残りの4つは持ってないんでしょ。その辺の草むら漁った方が良くない。なんでまだ追うの。落としたって言ってたじゃん。え、リング怪しいね。ただあのドラゴン殴りたいだけじゃないかなって気がしてきた。とりあえずなんか
チャプター2終わったっぽいので今日はここまでにします。よいしょ。また続きは後日また配信でやらせてもらいます。なんかね、本当にリングがやっぱり魔王なんじゃないかなって気がしてきた。え、てかリングがラスボスじゃない？怪しい。ありがとうございました。今日はこの後また24時から、そっちは静かにみんなを寝かせるためのささやきのオノマトペの ASMR の配信やります。またよかったらそっちも遊びに来てください。じゃあクールダウン終わったら、スーパーチャットの名前呼び最後にさせていただきます。ありがとうございました。チャンネル登録と評価ボタンとツイッターフォローお願いします。ありがとう。面白かったね。結構話長いみたいだからちまちまと進めていきながら着実にマッチョになっていきたいと思います。ありがとう。オノマトペはね、一応ギリギリまで募集してます。マシュマロでも募集フォームでもどっちでも大丈夫なのでお願いします。ありがとうございました。じゃあクールダウンするよ。パチパチパチ、おめでとう、クリアありがとうございます。ドラゴさんとの熱い戦いでしたね。疲れた体を休めながらクールダウンに入ります。画面の前でね、一緒に筋トレしてくれてた人もよかったらクールダウンして少しでも筋肉痛を減らしましょう。メンバーありがとうございます。これからよろしく。すげえ。本日の運動結果、俺リングコン200回申し込んだの。すっごい頑張ったな。ありがとう、褒めてくれて。実際に体を動かした時間、へえ。あ、なんと今日でスクワットの累計回数が100回超えました。やった、素晴らしい。これであなたはスクワット戦士です。漆黒の捕食者、スクワット戦士、ダークネスイーターエース、さらにバンザイプッシュも100回。すごい。趣味はバンザイプッシュと言っても過言ではありません。趣味特技欄にかける。ストレッチ、はい、素晴ら。それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。バイバイリング。安全な場所に置いておきましょう。左手を前に出し、右手で左手の指を押さえます。左手首を反らしながら腕の前面を伸ばしていきましょう。くしゃみをすると腰に強い負荷がかかります。机や壁に手をついて衝撃を逃がしましょう。知らなかった。反対側も同じように行います。反対側も、はい。履歴書にも書けるし、より伸ばすことができます。下手したら二次三次非公式ウィキにも書かれちゃうレベルだな。趣味はバンザイプッシュ。ゆっくり体を戻します。はい、戻した。両手を上げて左肘をつかみます。よいしょ。肘を下に押し込みながら二の腕を伸ばしていきましょう。いやー、くっちゅんじゃないもん、ブイックショイだよ。反対側も同じように行います。頭が前に倒れないように注意しましょう。前倒れちゃダメなんだ、はい。今来たプニプニなのか、違うよ、ムキムキマッチョなの。さっき証明したんだよ、アーカイブ見てね。で手を組みます。お尻は腰掛けるイメージで手は前方に伸ばしていきましょう。お尻は腰掛ける、うん、うん、よいしょ。ゆっくり体を戻します。右足を前に出して腰に手を当てます。はい、膝を曲げ、右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。うん、伸ばしてる。足を入れ替えます。はい、入れ替えます。プニプニだろ、いい加減し、はぁ、触ったこともないくせに。伸ばしましょう。今日カチカチだったもんね。一回もちっちゃい腹筋出してないもんね。今俺自分の腹筋押さえてるけど硬いよ。ゆっくり、カチカチだぞ。
よし。足を開き、膝に手を当てて腰を落とします。左肩を内側に入れて、左の股関節を伸ばしていきましょう。うん、難しい。よし、戻して。体を正面に戻します。右の股関節も伸ばしていきましょう。え、触っていいの？触ってみろや。硬いだろ。膝とつま先は外側に腹筋硬いぞ。ゆっくり体を戻します。それ終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ほら、触ったやつら硬いって言えよ。ほらほら、硬いだろ。ぽよぽよやん。プニプニだった。嘘つけ。本当に硬いもん。お疲れ様で。あ、リングコン、はいはいはい。さて、今日の豆知識です。何？筋トレして基礎代謝を増やそうと思ってもどのくらい鍛えて良いものか不安になりますよね。ということで、今日のテーマはこちら。ででん。筋トレするとムキムキにならない？簡単にはなりません。体を引き締めたいけどボディービルダーみたいなムキムキにはなりたくない。そう考える方も多いかと思います。でもご安心ください。負荷の軽い通常の筋トレをしても簡単にはムキムキになりません。え、ムキムキになりたい。筋トレで筋肉が増えると代謝が上がるので脂肪が燃焼し、ボディラインが綺麗に整ってスッキリした体になれます。ムキムキになりたい。え、よかった、ならないで。なんで？ムキムキになったっていいじゃん。ボディービルダーの体は長期間にわたるハードなトレーニングと徹底した栄養管理の成果なのです。リングフィットアドベンチャーってムキムキになれるゲームじゃないの？今日のクールダウンはこれでおしまいですね。ムキムキになりたい。これだけじゃ無理。わかった。寝る前にも筋トレするかじゃ。だってみんながプニプニだって言うもん。ジムに行くか。だってみんなムキムキにならないでって言うじゃん、ツイッターとかでもさ、コメントでもさ。ポニポニは嫌だ。無理したらない。無理しない範囲でムキムキになる。やい、プニプニってほら煽るじゃん。くそー、知らないよ。そうやって煽るとね、新章でね、肉襦袢とかにしちゃうよ。いいの？ということで、今日の筋トレ枠は終わりだよ。ダサい。はぁ、いいじゃん、肉襦袢。綿入れるよ。手作り 6LDK だよ。知らないよ。みんながムキムキになるなって言ったら肉襦袢新書にしちゃうからね。じゃあまたよかったら24時からの本の配信にも遊びに来てください。じゃあ、お名前呼びしていくよ。よいしょ。いや、あ、音楽が。ちょっと待ってね、画面をね。よいしょ。よし。パソコンの画面見えるようにしなきゃ。お疲れ様、ありがとう。疲れるけど、なんだろう、達成感めちゃめちゃあるから気分は爽快だね。お疲れ様、ありがとう。楽しかった。じゃあ
順番にお名前呼ばせてもらいます。以上、エンダッツさん、読み方違ってたらごめんなさい。 BCAA を取ってストレッチするのじゃ。 BCAA ってなんだろう。ビタミン B、 ビタミン C、 ビタミン AA ってなんだ。 BCAA って何、わかる人いる、なんだろう。アミノ酸、アミノ酸、BCAA ってアミノ酸なの。ベッカ、栄養素、待って今検索した。必須アミノ酸 BCAA、 運動パフォーマンスを向上させる。プロテイン、そんなのあるんだ。へえ。あ、神田さんがなんかプロテインの話してたってツイッターで言ってた。筋肉のやつ、へえ。ちょっと調べてみよう。プロテインまだ飲んだことないんだ。親父が多分ねいくつか持ってるからちょっと聞いてみよう。センキュー。スーパー KGR4403、 適度な負荷、適度な休憩、運動後にタンパク質。適度な負荷やった、適度な休憩今してる、運動後にタンパク質 OK、 ありがとう。週節直し2時3時発行した。見違えたけどなんか疲弊してないか、気のせいだよ、疲弊してないよ。でしょ、ありがとう。よろずさん、良いデカさんの腹筋だったでしょ、一昨日とは違うんだぜ。村松さん、いっぱい頑張る君が好き、いっぱい褒めてくれる君が好き、ありがとう。スーパー KGR4403、 暗黒王、マサルくんかわいい、暗黒王になりそっぽねたけど、きっとクリアする頃には俺が世界の覇者、ありがとう。ローダーゲインさん、ペチペチ魔王マサルくんの誕生日は、ってペチペチ魔王って何、なんかカッコつかないんだけど、ちょっと名前変えよう。ジョーカーさん、マサルくんの魔王就任記念ありがとう、でも就任しそびれたから今後に期待して。キョムさん、プニプニ腹筋からペチペチ原骨に進化したマサルくんに今日のチャレンジ。次回はペチペチなんて言わせない、ドゲンすげえげんこつ見せたるで、覚えとけよ、ありがとう。ギムレットさん、これは紛れもなくたくましい腹筋大サンキュー、輝いてたでしょ。浦光さん、プロテイン大サンキュー、これでちょっとプロ初プロテイン買ってみようかな。キリハさん、マサルくん今日も頑張ってたな、ありがとう。一昨日も今日も頑張るし次も頑張るよ。みめいさん、お疲れ様、腹筋プニプニじゃなくてカチカチだったでしょ、プニプニって言った名誉反省してカチカチやぞ。スーパー KGR4403、 まさるくん頑張ってたからお茶代ありがとう、水分補給します。えずきハムさん、さすが我が魔王、そうだね、世界の魔王じゃなくても俺はみんなにとっての魔王になる、ありがとう。当たり目さん、ペチペチの柔らかこぶしたい、ペチペチの柔らか拳台、カッチカッチのゴッツンゴッツンやぞ。シュー、切直し2時3時箱押しさん、プニプニが恋しい、もうプニプニはない、プニプニはないよ。アキさん、プニプニ卒業代ありがとう。クレーナズーム街の光と影の中、卒業式です。マガッツケントさん、腹筋カチカチのつよつよだったね、マサルくんすごい、ありがとう。リケイさん、腹筋カチカチだい、腹筋が疲れた一緒に画面の前でやっててくれたのかな、ありがとう、一緒にマッチョになろうな。水まこさん、今日のお茶代お疲れ様、ありがとう、いっぱい水分補給します。マシロさん、プニプニ卒業偉いね、これからはカチカチの腹筋にするね、やったね、ファートもムキムキかな、やったぜ。シビートさん、くしゃみをミュートするとリスナーが落ち込みます、くしゃみをするときはミュートせずしましょう。あの、みぶりさんみたいな口調で言っても
俺は聞かないよ。うっかり出ちゃったあのくしゃみは仕方ないけど、ミュートするするよ。豆知識じゃん。私は悲しい。え、くしゃみは1年半に1回しか配信に乗りません。よろしくお願いします。リオネルメッシさん、マサルくん、あ、違う、マサルさん、一緒にサッカーしましょう。メッシってツボ配信以外にも現れるんだ。メッシごめん、俺まだお前と一緒にサッカーするにはちょっと筋肉が足りない。もうちょっと筋トレしてからサッカーしような。ありがとな。諸行無常さん、世界の半分大選球漆黒炎だ。世界を闇に包んじまう、ありがとう。サブアカのカジアアンドレさん、ぷよぷよ腹筋。あ、今日カチカチなの見せたでしょ。見てた俺の腹筋。ぷよぷよじゃないよ。スーパー KGR440 さん、プロテインって最近はだいぶ美味しくなってるけど、そんなに美味しいわけじゃないから気をつけてね。そうなんだ。じゃあ味じゃなくて薬みたいなもんだと思って飲みます。ありがとう。よし、終わります。ありがとう。え、17時からだ。1時間40分、長丁場ありがとうございました。じゃあみんなもしっかり休んでください。ありがとう。ルーサーも気づす。またの。じゃあの、ありがとうね。以上。